時は室町時代、応仁元年に起こった足利将軍家の跡目争いに端を発する幕府内部の権力闘争、いわゆる応仁の乱。瞬く間に京から地方へと飛び火し、日の本を戦火で覆い尽くした。戦国時代の幕開けである。14年に及ぶ乱により、幕府を頂点とする秩序はもろくも崩れ、力さえあれば己が主君をも蹴落とす下克上が各地で横行した。武士が巻き起こす合戦は罪なき民をも容赦なく包み込み、歴史に語られぬ数多の悲劇を生むこととなる。そしてさらに数十年の時を経て下克上の世を勝ち抜いた者たちの中に、乱世に歯を唱えんとする者が現れる。彼らは時の都である京より天下に号令せんとこぞって上洛をもくろんでいた。野望ひしめく戦国の世を生き残り、新たな時代を切り開く者は果たして。なあ、信長様、本当にやんのか？ああ。来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方では、乱世に飲まれるだけだからな。またざは。負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼なじみの又座こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく護送の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を急襲したのである。信長編第一章、
夜明け前、今川九州。俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ！なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒至極。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。壊してくれる。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門待たぞ。勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返すぜ。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。目障りだ。してくれる。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。壊してくれ。こちらも手を抜けんな。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。してくれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなかったな。うつけ野郎にしてやられたか。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。うずっとどもめ、ここで成敗してくれるわ。目障りだ。私はここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてください。半蔵、すまない、無理はするな。目障りだ。壊してくれ。
味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。ほう、イチも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。目障りだ。してくれる。開門。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。敵将討ち取ったぞ。フルはなんだか。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。目障りだ。壊してくれ。目障りだ。俺を打ち付けと侮ったか。聞かせていただこう。やはり兄上はお強い。目障りだ。わしと手合わせをしようもか。よく壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。私の獲物発見ね。壊してくれ。目障りだ。壊してくれ。無礼な連中ね、覚えてなさい。俺を打つけと侮ったか。え、これはお見事ですな。目障りだ。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。織田の力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。人質の身であれ、もののふの端くれ、すやすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。どう、一体何のためにこんな無謀な戦を。燃え尽きよ。一、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがありません。ならば義元に勝てたなら、俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ事よ。しかし、座して滅びを待つくらいならば、俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。
乱世に抗う。なんと壮大な。ですが、私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならば、お前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ！この家康、必ずや信長殿の、いえ、兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。兄上の槍用は蛮勇にも見えるが、その実賞賛あればこそ仕掛けているのだ。さすが信行だ。信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ、としえ。信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のまたさがいる限り、誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしいこと。